ミハエル・ビットマン、ミハエル・ビットマン、マイケル・ビットマン、1914年4月22日から1944年8月8日は、第二次世界大戦中のドイツ第三帝国の、新鋭隊員。武装新衛隊の第一 s s 装甲士団、ライプシュタンダルテ・ SS アドルフ・ヒトラーに所属した、戦車兵。最終階級は、SS 隊員。撃破数は、 戦車138両、対戦車砲132問。最も多くの敵戦車を撃破した戦車兵の一人である。特に、ノルマンディ戦線で、彼が短期で、イギリスの戦車部隊に壊滅的打撃を与えたビレル、ボカーチュ戦いは有名。1914年4月22日、ビットマンは、ドイツ・バイエルン州のオーバープ・ハルツのフォーゲルタールの農家に生まれ、 家業を手伝っていた。1934年に勤労法師団に志願し、アウトバーン建設やフランス国境の西方防災の建設事業に参加し、引き続き1936年まで第19不評連隊で義務兵役を収め1937年に新英隊と組む部隊に志願した。1939年9月1日、ドイツはポーランド侵攻を開始。 ビットマン SS 軍曹はルザの一員としてポーランド戦に従軍した。9月28日、ポーランド戦終了後、ルザ連隊はフランス戦準備のために西部国境へ移動した。1940年5月10日に西方諸国へ攻撃作戦、黄色作戦が発動され、ルザ連隊はオランダに侵攻した。ダンケルク包囲戦ではその一翼を担った。 6月22日にフランスとの休戦協定が締結された。この後、新英隊特務部隊は武装新英隊と新名称を付与された。これに合わせてる座は連隊から旅団規模に格上げされた。この頃ビットマンは、砲兵学校にて突撃砲兵の訓練を受けた。1941年6月22日にバルバロッサ作戦が発動され、 独祖戦が始まる。ルザ旅団は、フォンクライストの第一装甲集団に配属され、戦法を務めた。ビットマンは、e e 強突撃砲の社長になっていた。7月16日からのウマーに包囲戦において、ビットマンは16両、数は、諸説ありの戦車と快適、地形を巧妙に利用して一方的に攻撃し、6両の戦車を撃破した。功績は高く評価され、 第二級鉄十字章を受章、その後も確実に戦果を上げていった。ウマーニ戦後、ルザ・リ団ンはロシア部く進軍したが、冬季の寒波とデーネーのために、ロストフなどぬで停止を余儀なくされた。補給船が長引き、困難に陥ったドイツ軍は、徐々に戦力を消耗させ、ソ連軍が広大な広廃地の国内各地から、限りなく繰り出す兵員の人海戦術が、さらに出血を敷いた。 ドン川を挟んで延々と続けられた一連の戦いの中でビットマンは負傷し、本国に送還されることとなった。この時、上官のマックス・ビュンシェがビットマンを士官候補生として推薦した。1942年7月、健康を回復したビットマンは、バート・テルス新栄大士官学校に入校。同年11月、多数の損害を出したルザ・旅団は、 本国で再編され、合わせて旅団から師団に格上げされることとなった。1942年12月、ビットマンは、商工教育を修了し、新衛隊将位に任官、ルザ師団の SS 第1戦車連隊第13、中隊に配属され、新型のバイゴー戦車、T ガーアイを受領をした。ビットマンは、戦車長となり、バルタザールボル SS 上等兵、バルソサーウォール、 愛称、バルティは宝手、小巡子となる。ビットマンの驚異的な敵戦車撃破数を語る上で、宝手のボルの高い技量とティーバー戦車の高性能は、欠かせない。1943年、ルザ師団は再び東部戦線へ派遣され、エイリッヒ・ホンマンシュタインの第4装甲軍の指揮下に、第3次ハリーコフ攻防戦に投入された。ルザ師団は、ハリコフ市街地の制圧に成功。 第三次ハリコフ攻防戦は、ドイツ軍の勝利に終わる。これによって、クルスクを中心としたソ連軍の都市粒が形成され、後のクルスクの戦いへと繋がっていくこととなる。1943年7月4日、チタデレ作戦が発動され、クルスクの戦いが開始された。ドイツ軍は、ソ連軍都市粒へ向けて、攻撃を仕掛けたが、予期していたソ連軍は、 高度な対戦車重心陣地を敷いてドイツ軍を迎え撃った。このためドイツ軍の進撃速度はひどく緩慢になりやがて停滞する。ルザ師団は第 3SS 装甲敵弾兵師団東天コップと共同してプロホロフカの奪取を目指した。7月12日大規模なソ連軍戦車部隊が反撃しプロホロフカ戦車戦が起こった。ビットマンと第13戦車中隊は 約40両のソ連戦車を撃破したと伝えられる。戦線全体を俯瞰すれば、ドイツ軍の進撃は予定を遅れ、連合軍のシシリー上陸が重なり、7月13日に作戦中止の相当命令が発令され、クルスク戦は終了する。クルスク戦でのビットマンの戦果は、戦車30両、対戦車砲28門であった。クルスクから撤収した。 ルザ師団はイタリアに転戦した。1943年7月25日にムッソリーニが失脚し、イタリアはローマを目指す米軍と講和を結び、数軸国から脱落する。ルザ師団はイタリア軍の武装解除を行い、再び東部戦線に戻った。クルスク戦以降、ソ連軍の攻勢は勢いを増し、一方ドイツ軍は追い込まれていった。 ルザ師団も交代と限定的反撃を繰り返すようになった。苦しい戦闘の中でビットマンはスコアを伸ばし続け、1943年12月6日には、撃破戦車は60両に到達した。1944年1月13日、敵戦車66両撃破の行により、ビットマンは、騎士鉄十字章を授与された。同日、さらに、ソ連軍戦車16両以上撃破。 ビットマンのスコアは一挙に80両を超えた。1月15日に、ビットマンの戦果に大きく貢献したボルに、師団長、テオドールビッシュから騎士鉄十字章が授与された。ビットマンに白楊付騎士鉄十字章の授与が1月19日に、決定。2月2日ビットマンは、相当大本営にて、ヒトラー本人から白楊付騎士鉄十字章を配慮し、合わせて SS 中尉に昇進した。 1944年4月、ロシアからルザ師団はベルギーに戻り再編されることとなった。ビットマンの第13戦車中隊は SS 第110戦車大隊に合流する。大隊は T ーーア I を装備していた。ビットマンは第2中隊長に任じられ、205号車、ボル SS 軍装21、212号車も戦車長となる。1944年6月6日、 オーバーロード作戦が発動、連合軍がノルマンディ海岸に上陸した。SS 第1 1 0戦車大隊も連合軍の上陸地点へ投入されることとなった。ドイツでは、この上陸作戦を連合軍のヨーロッパ大陸への進行と捉え、進行戦線と呼んだ。6月13日にカーン氏の側面への迂回突破を図るイギリス第7機講師団。 アフリカ戦線でロンメルの指摘であった砂漠のネズミの先方戦車部隊がビレルボカー中に差し掛かり急速のために停止した。これを知ったビットマンは直ちに単独攻撃を決意。自身の205号車は不調のため231号車、212または222号車の説あり212、231は当時作戦可能ではなかったとも言われるに乗り込み、 ボルを報手に呼んだ、ビットマンが212号車に乗車した場合、戦車長のボルが報手にスライドしたこととなる。ボルは戦闘に参加していないという説もある。ビットマンは単独でビレルボーカー銃の戦いの幕を切った。この街の南側から奇襲をかけ、攻撃開始と同時に3両の戦車を撃破。その後、東方の213三ーチへ行けがきを遮蔽物としながら、 街道上の車列を攻撃、6両の戦車、10両の装甲兵員輸送車、ハーフトラック、4両の装甲車、2門の対戦車砲を撃破した。213高地で第二中隊の戦車と合流すると、再びビリル・ボカージュへ向かった。市外に入ったところで3両の戦車と式戦車を撃破。ここでイギリス軍の対戦車砲による攻撃を受け、三十一号車が 行動不能となったため、ビットマンたちは脱出した当時の状況については、資料により多くの遺説がある。まもなく後続の第一中隊がビレル・ボカージュに突入し、バイエルラインの装甲共同師団からの増援も到着した。戦闘は夕方まで継続され、A 第7機構師団は損害の多さに撤退した。SS 第1 1 0戦車大隊は迂回突破を、 阻止することに成功したのである。ビットマン自身は、戦闘で27両の車両を撃破した。6月25日に、総統官邸に出頭したビットマンにヒトラーは自ら、ビル・ボカージュの功績により、白洋剣付き士鉄十字章を授与した。これに合わせて、SS 単位に昇進し SS 第1 1十戦車大隊長に任命された。1944年8月8日、 ビットマンの第二中隊は、友軍の交代を援護するため、三島へ向けて出撃した。乗車は、ティーガー007号車である。12時40分頃、007号車を含める四両のティーガーは前進中に、国道158号線で敵軍の対戦車砲に攻撃された、交戦する間もなく三両が撃破され、007号車も、 車体側面にシャーマン・ファイアフライの直撃弾を受け、大破炎上、ビットマンらが戦死した。この日、新入りだった若い将校のため、わざわざ大隊長の彼が、サポート役を買って出て同行していた。なお、ビットマンは、カナダ軍第四機構師団に所属する車両に、撃破されたということが、その時のファイアフライの乗員の証言からわかっている。また、 台風運戦闘爆撃機や P-51 による対戦車ロケット攻撃説も唱えられたが、最新の研究から現在これを信じている者はいない。ビットマンと仲間の遺体は撃破された付近に仮埋葬されたままになっていたが、1983年に道路拡張工事中に遺骨が発見され、現在はラカンプのドイツ軍戦没者墓地に埋葬されている。 日本においては、常実のビレル・ボーカージュの戦いでの活躍やその後の悲劇的な最後などから、戦記小説などで頻繁に取り上げられ、ドイツ軍戦車エースの中でも知名度が高い。その中でも、パウル・カレルが表した、彼らは北に登場する、ボルノ、ふん、儲かったと思ってる名に対する、そうらしい。では教育してやるかというビットマンの返答がよく知られている。 なお、この会話は、現著では、それぞれ、やあ、グラウベン・ダイデン、ズイ・ハーベン・ディーエヌ、クレグ・グオバナン、および、アファンバー、エイバー・ズイ・ゾル・レン・ジッシュ・イロン、であり、直訳すると、彼らはすでに戦闘に勝ったと思っているのでしょうか。そうらしい。だがそれは間違いだ程度の意味である。したがって、日本でよく知られている、教育してやるかという表現は、日本語版訳者である。 松谷賢治の医薬による部分が大きいことには留意を要する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。